しそジュースを作ります。お水専用のとこに入れて、最後にソーダストリームも使ってみます。シューって言うまでやったらもう炭酸で、こんにちは、アサイオンチャンネルです。今日は赤しそで、恒例のジュースを作りたいと思います。赤しそが出回るときは赤しそジュースを、シロップですかね、を作っておけば、ひと夏楽しめるので、この時期だけの楽しみとして作っています。簡単です。赤しその、私は赤しそを買ってきたら、だいたい裏に親切に赤しそジュースの作り方を書いてくれてる農家さん結構いるんです。もうずいぶん前から、10年以上前から。今日のレシピはオリジナルだよね。美味しいので、疲れが取れます。クエン酸というかお酢を入れるので、夏にぴったりの飲み物なので、ぜひ作ってみてください。で、さっき梅干しのシソの作業をしてたので赤シソが余りました。なのでここに、半袋ぐらい余ったので、これに足していきます。なので今回、普通は1袋でやるんですけど、今回はこの1袋半でやるのかな。だいたい赤シソってさっきやって測ったら、なんだろう、1袋で 200g、 茎から葉っぱだけ取ると 200g ぐらいだったんです。だから1袋 300g ぐらいあって、茎が 100g ぐらい、茎結構あるんですね。だから茎を取って、まあでも1袋単位だから気にせずやります、ね、気にせずやります。で、じゃ茎は畑に後で巻きます。シソを洗います。もうこれではシソを沸騰したところに入れます。結構大量です。 300g でこんだけあります。お湯は、1.5 リットルです。 1.5 リットル。じゃあ入れていきます。あるので分けて入れます。入れるとちょっとになると思います。で、入れて5分ぐらい煮出します。これで5分ぐらいちょっと煮出していくので、タイマーつけます。エキスを煮出します。煮ると赤しそは緑になるんです。葉っぱが、色が緑になってきました。ポリフェノールいっぱいです。はい、沈んできました。グツグツ切り終わります。これでしばらくいきます。
はい、3分。あ、茶は3分じゃない、5分か。これエキスなんで、ちょっと絞っときます。見事に赤しそが緑になりました。結構この状態でももう赤いな。もうちょっと絞ろうかな。ではちょっと一回こします。いきますよ。こんだけ塗った、もうこんなもんでいいかな。あ、もうこれで煮詰まって 1リットルになった。ちょっとやな、エキス。これでお砂糖を、お砂糖を数回に分けて、もうこれは750g です。1.5 束なので。お水の半分なんですね。うん、そうですね。グラニュー糖を使っています。もう結構なルビー赤い色になりました、なってきましたね。で、この3回目。グラニュー糖なので結構すぐに溶けていきます。で最後、はい、これで溶けたら10分ぐらい煮出します。今度10分。で最後にお酢を入れて色がパッと変わります。もうほとんど砂糖溶けてきました。もう少し絞ってます。お、まだ出たか。お、はい、どうぞ。どうもどうも。お、では10分カウントします。沸騰してから10分です。中火にしてね。少しずつ煮詰まってます。10分経ちました。はい、それでは酢を投入します。パッと色が変わります。入れます。あ、綺麗な色になりました。全部入れちゃおうかな。ほら、ありますか。すごく綺麗な色になりました。映像では分かりにくい。 1.5 カップ 300cc 入れました。ではこれで、これで火を止めて熱いうちに瓶に詰めていきます。お酒の空き瓶です。普通のテレビ番組ではこれはもうネット煮沸できないので、使った道具は片付けます。雑菌入ってたということで、そんな雑菌ないと思うんですけど、一応さっと洗って、でちょっとウォッカで振り、ウォッカを入れて
消毒したいと思います。ちょっと入れて蓋して、でこうウォッカ入れて、やつをこうやって振って全体的に行き渡るようにすれば、これで大体最低限の殺菌もできると思います。でお父さんの胃袋も殺菌で、熱いうちに入れてきます。はい、これでできるだけ熱い、綺麗なルビー色です。いきます。綺麗な色です。これ割れないよね、熱湯入れても、うん、お酒の瓶って大丈夫な、割れたことないけど。瓶によります、気をつけてね。熱いうちに入れろって書いてあった。入れてるうちにジュースの温度は下がります。もうギリギリまで入れた方がいいかな。こんなもんか、ちょっと多すぎたかな。まあでも保存するから、あっち急激な温度変化だとパリンっていくので、このまま置いといてください。急に冷やしたりしないようにしてください。もう一つ、もう一個、これはお酒じゃなくてコーディアル の瓶なんですけど、これもジンジャーコーディアルってジンジャーエールのエキスみたいなやつが入ってた瓶なんですけど、これも一応同じようにして、できるだけ瓶を取っといた方がこういう時便利です。こんな感じでちょっと振って、はいはい、40度。お父さんもまた殺菌？ついですよ。はい、いただきます。はいはいはい、はい、これも入れます。こういう時のために瓶は取っておきましょう。わざわざ買わなくても、普段のお酒の瓶とかそういうのを取っておけば役に立ちます。おしゃれだしね、ワインとか、ワインの瓶とかでもいいと思います。焼酎、こういう普通のこういうキャップ、くるくる回すやつね。これ1リットルのボトルやったら2本できたな、うん、はい、こんな感じでできました。保存は開けてなければ、まあ冷蔵1年、1.5 リットルできました。開けたらできるだけ早く飲んでください。これが作った、シソジュースです。濃縮タイプなので、薄めて水や炭酸水で割って飲みます。5、6倍に薄めるんですけど、お好みによって甘すぎる人はもっと割ってもらっていいし、薄いなと思ったら水を少なめにします。ちょっと入れます。ちょっと甘すぎるのもなんなんで、まあこれぐらいにして、でうちは炭酸水が好きなので炭酸で割るんですけども、以前は炭酸水をペットボトルで買ったんですが、もうやっぱ結構夏場も飲むので、ペットボトルの、もう溜まってしまうし、ソーダストリームを使ってみようということになって、去年からはずっとこれを使っています。結構そんな思ったほど高くなくて、すぐに元は取れました。ペットボトルを買っていたことと換算すると安いぐらいだよね。手軽にガスさえ定期的に買えれば、ゴミもたまらないので便利に使っております。やってみます。お水専用のところに入れて
シューって言うまでやったらもう炭酸で、これで結構強めの炭酸ができますので、これで入れます。こんな感じで手軽に作って夏場は飲んでいます。で、ちょっと混ぜて出来上がりです。はい。ソーダストリームってハイソな人用って思ってたけど、激安派のお母さんでも機械代もう元取れたってお得です。水出しコーヒーや赤しそジュースも美味しいから作ってくださいね。夏が苦手なまるでした。またねー。